プロフェッショナルな引きこもり、プロフェッショナルな引きこもり。初日仮の宿、仮宿にチェックインしました。これからもっと山奥の方へ行くんですけど、今日はそこのホテルに行く手前の初めて使ったところなんだけど、泊まったところなんだけど、常宿にできそうなぐらいなかなかいい。ただいわゆるキャンプサイトみたいな感じなのね。トイレもシャワールームも離れたところに施設があって、共用で使うなんかキャンプ場みたいな感じ。今クイーンズタウンのレイクワカティップのあたりを散歩してます。今日は釣りをしないで散策してみたいと思います。なんか新しいフラット建物がたくさん建ってる感じがするな。クイーンズタウンに着きました。しかしカメラ用の三脚を忘れてしまって買わなくてはいけない。街に行かないと多分売ってるところがないので、三脚を買いに行きたいと思います。 I forgot to bring my tripod from my place, so I have to buy the new tripod at the city in Queenstown, because there is no store more countryside.はい、おはようございます。今日はフランクトンという町に向かいたいと思います。昨日飛行機がクイーンズタウンに着いた後、スマートフォンを買うために寄った、空港近くの小さな町がフランクトンというところです。必要なものは大体揃う町です。食品もあればカフェもあるし、電気屋さんもある。で、今日はそこに三脚を買いに行きます。カメラの三脚を忘れちゃったんで、その街に買いに戻りたいと思います。昨日購入したスマートフォンはボーダフォンが出しているスマホを買ったんだけど、今のところ調子いいです。問題なく使えてます。で、今まで自分が使ってる携帯をテザリングで繋いでるので、本当は自分のSIMフリーのスマホが買えれば用意できたら一番良かったんだけどね、失敗した。はい、ホテルにチェックインしました。今回は身の回りのものを忘れないようにということをテーマに準備してきたので、とても快適に感じます。というのも歯の矯正をしているから、糸ようじとか歯磨き粉とかいつもとよりもすごく特別なケアなものがいっぱい必要なので、自分なりに気をつけているので、ね、に合わせてアメニティ、いろんなものに気を使って旅を組み立ててみました。ギャルみたいに、まるでギャル。爪切り、爪楊枝、下着を干す用の洗濯バサミ、洗濯用のロープ、まあコインランドリーというかランドリーはあるんだけど、それにしても部屋で干した方がいいかなと。あとは化粧水、クリーム、あとは寝る時に鼻に貼るブリーズライト、鼻の呼吸がしやすくなる、まあ、あとは食べ物、飲み物、インスタントのコーヒー、ビタミン剤、もうね、結構細かいところまでいろいろ持ってきたよ。ネットワーク周りのものも全て持ってきてるし、ほとんど普段と変わらない生活ができるんじゃないかな。このまま移動すれば世界中どこでも大体生活ができるね。 Anyway, I'm gonna check the water from now. Why don't you buy my beautiful dryShine, baby, come to the surface. Why don't you buy my beautiful dry flower?